ごきげんよう、男ボンドです。今回やるゲームはマインクラフト。まあ僕タコボンドがやるマインクラフト、略してタコクラをね、始めていこうと思います。で、スキンなんだけど、これね、まあ自分で作ったスキンがあるんだけどね、なんかそれ使えなかったんで、まあ、スキンのダウンロードサイトでタコのやつをね、ダウンロードしてきました。さあ、まあマインクラフトね、やっていくんだけど、マイクラはね、昔やってたんだけどね、最近のマイクラ全然しなくて、最近の出てきたアイテムとか、なんか生き物とかね、そういうの全然知らない。もう、ほぼ初心者みたいなね、まあ、そんな感じなんで、まあでもタコボンドとして頑張ってね、このマインクラフトのサバイバル生活、なんとか生き延びていこうと思います。それじゃあ早速遊ぼう。ちょっとね、このなんか寝癖がね、直せなかったんで、このままにしときます。さあやっていこう。まずはね、ゲームモード。サバイバルとクリエイティブがあるんだけど、ここはもちろんサバイバル。なんとか生き延びよう、サバイバルで。難易度は、ピース、イージー、ノーマル、ハード、4種類があるわけだね。いや、ここはもちろん僕ね、ちょっとこう、かっこつけて、ハードモードでやっていこうと思います。やめとこう。ここはね、冷静に考えてやめとこう。あんま難しいとね、まあ、なんかグダグダになっちゃうと思うんで、ここは普通にノーマルでいこう。で、ゲーム開始時、地図はね、これもらっとこう。ね、僕初心者みたいなもんなんでね。これもらっとこう。ボーナスチェストはいらないかな。アイテムは、まあ自分で手に入れたいタイプなんで。世界のタイプ、無限。フラットとフルイがあるんだけど、これよくわからないんで、無限にしとこう。正解は無限の方がいいよね。あとはちょっとよくわからないんで、まあ、このままにしとこうかな。座標の表示はあった方がいいのかな、これ。ここチェックつけとこう。それから、チートとかはね、なしでいこうかな。よし、じゃあこんな感じで、世界の名前は、この全てをタコボンドにするマインクラフト。で、行こうと思います。さあ、どんな、マイクラ生活になるかな？早速、じゃあ、作るで始まるのかな？最初はね、なんか、自然溢れた場所がいいよね。頼む。最初で決まるよね。どんな生き方になるか。おお。この視点から始まるんだね。おお、待って、世界が、ほうほう。結構絶壁なところから生まれたね。自然溢れた場所で、これは、あ、いい感じのマップだ。じゃあ、マイクラ生活始めていこうと思います。早速ね、まずマイクラで一番楽しいのが、アイテムを取ることなんだよね。じゃあ、ちょっと土を取っていこうと思います。やりました。土1個手に入れました。この喜びを忘れちゃいけないよ。この1個の土が今後重要なアイテムになるから。それじゃあどんどん土を集めていきましょう。おお、いいねいいね。アイテムはね、これ一つも残さず無駄にしちゃいけないんだよね。僕はね、土大好きなんで、こうどんどん土集めていこう。こう取ったアイテムは、一つも、ね、無駄にせず、僕はね、使っていこうと思います。よし。それから、もう最初からね、ちょっと、地図があるんで、見ておきましょう。あれ？あ、これで使えるんだね。あ、この辺か。真ん中向かおうかな、マップの。でも村見つけたいね、最初は。村あるかな、こっちの方。ちょ、雪っぽいよね。雪なんか寒いから嫌だな。とりあえず、こっちの森行こう。待って、上から見た感じ、村はあるかな？ほうほう。見た感じ、村なさそうだね。行くぞー。よっほーい。いいね、いいね。まあ、マイクラはね、まあ、ほぼ初心者みたいなもんだけど、いろんな、まあ、サバイバルゲームとかやってきてるんで、まあ、このサバイバル、生き残る、術とかね。まあ、生き残るのに必要な、そのサバイバル知識はあるんでね。
ここはね、問題なくやれると思います。さ、まずはね、マイグラの基本として、木を取りましょう。こっから始まるからね、マイグラっていうのは。よし。じゃあ、クラフトしていきましょうか。クラフト可能なもの。なるほど。ここ、なんか分かりやすくなったね。まあ、とりあえず、まずは、木材を作って、よし。で、木材を、これかな？作業台。こんな感じでクラフトすると、作業台ができるんで、1個作って。で、棒とかも今後必要にあると思うんでね。棒も作っとこう。よしよし。それから、まあ、最初ね、ちょっと、道具作らないといけないよね。いろいろと。マイクラちょっと思い出していこう。じゃあ早速作業台使って、クラフトしていこう。この作業台はね、こう、9マスになるんだよね。なんで作れる幅が広がるということで。じゃあ、まずは、木材にして、これ一気にできないのかな？ちょっとね、やり方とか、シフト押せば一気にできるのかな？それから、木の、ツルハシを一個作ろう。僕はね、木系のツールは、ツルハシしか作らないんだよね、最初は。で、このツルハシで、ちょうどね、石がここにあるんで、石をどんどん取っていきましょう。いやー、マイクラ久しぶりにやるけど、面白いなー。まあ、なんか久しぶりにやると面白いんだよね、こういうのって。結構僕ね、ゲーム、同じゲームとかやり続けちゃうと、すぐ飽きちゃうタイプなんでね。あんまやり続けないようにしたきたいところなんだけど、まあでもマイクラなんとか、ね、パート100ぐらいとか行きたいよね。普通に。いやー、パート100ぐらい、どんな感じになってんだろう。まあまだパート1なんだけどね。どこまで成長してるかな、パート100と1と比べて。まあ、それは置いといてね。石34個集まりました。で、石を使って、一通りね、道具を備えようか。剣、斧、ツルハシ、石のシャベル、クワも作っちゃおうか。農業とかに使うと思うんでね。よし、それから、これもういらないな。これちょっといらないな。よし。こう取ったアイテムは、一つも無駄にせず、僕はね、使っていこうと思います。もう新しいね、ツルハシがあるんで、石のツルハシ。こっちの方がやっぱ取るスピードが早いんでね。こう、僕結構効率とかも気にしててね、木のツルハシよりやっぱ石のツルハシの方がね、取るスピード早いんで。もう、木のツルハシいらないかな。よしよし。アイテムは一つも無駄にしないからね。じゃあこれ取って冒険しましょうか。やっぱまずはね、村見つけたい。あ、牛がいるね。牛さん。こんにちは。どうしたの？待ってよ。なんで逃げんの？大丈夫。僕は君を食べないから。大丈夫だよ。よしよし。僕は自然のね、動物は食わないんだよね。まあ、サバイバルといえどね。ちゃんと家畜は家畜として、もう増やしてね、食べようと思うんで。うわ、なんだこれ。浮いてる。いや、とんでもない場所に来たぞ、ここ。待って、マップでは、この辺ね。ちょっと村を見つけたいな、早いとこ。さてさて、こっちの方には何がある？いやー、おっと、断崖絶壁、怖いな。いくぞ、ミスるなよ。ちょっと、準備運動しとこう。ふぅ、よしよし。さあ、ジャンプしようと思います。落ちないようにね。行くよ。せい！おー！ふぅ、危なかったー。なんとかこの絶壁を乗り越えました。マグマとかあるねー。まあ、今後いろいろね、装備とかいろいろ備えたら、なんかいろいろ取ってきたいね、ここら辺で。
まずはちょっとね、村で最初は生きていきたいんで、村探そう。まあね、マインクラフト自由なんでね、一人でもサバイバル全然できるんだけど、なんか一人でプレイすると悲しいんでね、まあ、村人と一緒に生活したいかな、最初は。さて、こっちの方には、ないか。村どこだ？村人とね、協力して、サバイバルしていきたいな。やばい。ちょっと暗くなってきたか？夜になる前に村見つけたいね。急げ急げ。まずい。日が落ちてきた。上から見下ろした感じ。村ないな。やばいぞ、これ。ちょっと暗くなるね。急いで探そう。森しかないんだけど、ここら辺。羊だ、もうこれ、よしよし、ちょやっとこう、これ。いよいよ、よしよし。羊、ごめん。君の命は無駄にしないよ。ね。よし、じゃあ、羊を倒して、ベッド作れるか？ウールが2つしか手に入らなかったけど、確か3つ必要だったような。やっぱ3つ必要か。ダメだ。ベッド作れなかった。そう、夜やばいな。初心者みたいなもんなんで、誰も襲わないでね、頼むから。やめてよ。後ろから急に来るのとかやめてよ。びっくりするから、そういうの。木ばっかだけど、開けた場所ないかな。うわ、装備つけてる。あんなゾンビもいるのか。逃げろ。まだ戦えないよね。うわ、雲だ。雲、倒すの。よしよし。雲を倒すのはね、僕にお任せください。結構得意なんでね、雲を倒すのは。よし。意外と弱かったな、雲も。石の剣もまあ使えるんだね。さて、あ、ゾンビとやってみるか、じゃあ。なんか持ってるよ。それは、鉄か？鉄のシャベルかな。お、手に入らなかったか。さて、こっちはどうだ？うわーっと！スケルトンはまずい。逃げよう。ものすごい装備つけてたけど。うわ、クリーパーだー。やばいぞ！ちょっと、かすった。ちょっとかすった程度だった。よかった。やばい。マイクラ、1日目、やばいぞ。危険なことがいっぱいだな。村に避難しないと、急いで。なんとしても、村、あれか？あ、ちょ、待て。クリパ、この、防御、あれ？防御ってどうやんのこれ。剣で防御できなかったっけ？まあいいや、進むか。うわ、こっちマップの端っこまで行っちゃうね。いやー、でも全然村が見つからないね。このマップの中で村がないかもしんないね。いやー、とりあえず最初はね、村見つける予定だったんだけど、そう簡単には見つからないのか。何か食料もね、取っとかないと。急げ。お、明かりが、何か光ってるぞ。ついに、村という村を見つけました。ちょっと、倒した、よし、よし、倒した。あれ、村かな。どうなんだ、ちょっと光があるけど、こんなところにあったのか。よっしゃ、村だ。暖かい光だ。急いで寝ないと。やばい、ゾンビが湧いてる。じゃあ、お邪魔しまーす。ベッドありませんかね、ここ。ベッドないか。やばい。クリーパー！やめろ！どっか、ベッド、あ、お邪魔しまーす。あ、よし。ふぅー。おやすみなさーい。おはようございます。なんだ、夢か。なんか、あれ？夢じゃないな。ブロックがあるけど。あ、でもそんな爆破の被害なかった。
よかったよかった。よし、この中は、お、食料だらけ。いいね。欲しかったんだよね、ご飯が。よし、じゃあいただきまーす。あれ、よし。危ない危ない。ちょっと体力がなくなってたね。お、みんな、第一村人見つけました。よろしくね。僕はこの村の王様になるよ。みんなよろしくね。あ、ちゃんと、え？村人ってちゃんと、取ったりするんだ。そうなんだ。ちょっと取られる前にこれもっと取っとこう。もしもし。何？ごめんごめん。ちょっと荒らしてるように見えたのかな。大丈夫。これ取ったね、食料は育てるからね、僕が。ね。あ、新しい種植えたね。マインクラとこんな進化したんだ。知らない間に、すごい進化してんね。ほうほう。ちょっと木とか邪魔だな。ちょっと村きれいにしていきたいね、こういうの。さ、これなんだ？これ邪魔じゃない？明らかに。ちょっとここら辺は壊しとこう。さ、お邪魔しまーす。あ、いいねー。いただきまーす。よしよし、アイテムが集まってく。いやー、村これだからいいんだよね。ん？え？なんだ？何これ？早い！え？なんだ？今の生き物。なんか泣いてるね、ニャーって。猫かな？え、猫もいるんだ、マイクラって。いや、飼いたいなぁ。すばしっこい。ここドアが2つあるね。ここ僕んちにしよう。よし、決めました。ここ僕んちです。じゃあ、ちょっと待って。隣の家からね。何？やばいやばい。村人が。どうした？こいつ村人じゃなくてゾンビだった？顔は村人だったんだけど。この中で一体何があったんだ？いやー、怖いなー。とりあえず、この家の人はもういないんで、これもらっとこう。よし。そしてボックスはね、ここに置いとこう。よし。さ、ここ僕ん家になりました。いやー、いいね、いいね。ちょっとアイテム整理しとくか。かまども作っとこうかな、一個。よし、かまど作って、で、肉焼こう。生の羊肉、いいね。石炭で焼けるようだね。よし、あ、看板とかも手に入れたんで、ちょっとここをね、僕ん家なんで、わかりやすく書いとこう。僕の家ということで、タコボンドの家。オッケー。これ分かりやすいね。おっと。こいつは確かゴーレムだね。まあ、村を守ってくれるモンスター。ほう、ゴーレムもいるのか。いいね、いいね。ちょっとね、これから村人もね、どんどん増やしていきたいな。お、豚とかね、家畜もね、飼育して増やしていきたいね。よし、ということで。まあ、村見つけたんでね、この辺で終わりたいと思います。ということでね、第1回目のタコクラでした。まあ、これからやるかどうかは、この高評価とか、コメントとかでもね、決めたいと思います。ではね、これからもこの世界のすべてをね、支配していけたらいいなと思います。では、バイバイ。